インバウンドを中心とした経済活動をするのは私は反対です。なぜなら、もう皆さんお分かりですよね。インバウンド、外国人客、平和な時にしか来ませんよ。じゃあどうすればいいのか。もう口酸っぱく言ってますね。消費税廃止。さっき言ったような個人消費。消費税廃止すれば絶対に過熱しますから。はい、皆さん、こんにちは。ファミリーの空海でーす。今日はですね、毎週水曜日、2月15日水曜日、毎週水曜日、コンビニ飯の日ということで、揃いました。で、まずはですね、まずちょっと見にくいところから行きましょうかね。これですね、チャーハン。チャーハン。で、上がですね、肉トリプル弁当ですね。で、この下が、鉄板焼きハンバーグ弁当なんですけども、あとこれサラダということなんですけどもね、まあ、今日はこんないっぱい多分食べれないと思います。だからね、残ったら残ったで。まだ明日食べていきたいと思いますけどね。じゃあ早速、ハンバーグ。これでハンバーグは以前出たと思うんですよね。以前出たんですけども。ということで、まあ途中までなんですけどね、食べました。なんかこれ全部食べれそうです。先ほどちょっとね、残すかもしれないみたいなこと言いましたけども。食べれそうです、これ。と、まあ、そういうことでですね。まあ、美味しかったです。まあ、これからも、これ、取り終わったら食べますけども。ね、今日はですね、実は昨日、2月14日ですか、昨日だと思いますけどね、火曜日。去年の10月から12月、昨日、GDP の速報値が発表されました。でですね、まあ、日本の GDP 年率 0.6% 増なんですけども、まあ今言ったように、まず実質の GDP、2022年、去年の10月から12月期の、まあ GDP、実質は 0.2% 増です。で、名目はですね、1.3% 増なんですよ。で、これ年率換算にすると、実質の方は 0.6% 増。で、名目の方は 5.2% 増なんですよ。なんでこんなに差離れてるかっていうと、やっぱりインフレ率なんですよね。インフレ率が、若干高くなった。特にもうエネルギーがすごい。エネルギーの価格が高くなった。そういうふうなことでインフレ率も高くなったと。ということで、まあ実質はあまり伸びずと。その代わり名目は伸びたということなんですけどもね。でですね、じゃあなんでこれ、名目っていうのはもうその数字ですね。GDP、536兆円とか、その名目、その数字です。数字そのものですけども。なんで伸びたかっていうと、これパーッと表があるんですよね。個人消費だとどうのこうのかっていう。ですね、個人消費も確かに増えています。ただ、それよりも輸出が増えてるんですよね。でですね、私、この記事読んで初めて知ったんですけども、いわゆるインバウンド、外国からの観光客が落としたお金、これは輸出になるらしいんですよね。でですね、まあそこら辺を中心にちょっとね、話したいと思うんですけども、この内需の柱で GDP の過半を占める。個人消費ですね。過半を占める。まあ6割ですね。およそ約6割占める。で、前期比 0.5% 増えたということなんですけどね。なんで増えたのかというと、その供給制約の緩和で自動車などの耐久財が伸び、政府の観光促進財、全国旅行支援も追い風に宿泊や交通がプラスだった。ということです。まあ、飲料など、非耐久剤は10月の値上げを前に駆け込み需要があったと。その反動で減少したということなんですけどね。全国旅行支援。私は去年、宇都宮旅行しましたけども、その時使いましたね。やっぱり効果があるんですね。で、あともう一つですね。この輸出のところ、輸出は 1.4% 増えたと。計算上、輸出に分類するインバウンド、訪日外国人、消費が、10月の入国規制の緩和に伴って伸びたということです。だからまあ外国人がまあ旅行、日本にわんさか来て、それでまあお金落とした。それでまあ、増えたというふうなことなんですよ。なんでね、結局、全国旅行支援、そしてインバウンド。旅行関係ですね。旅行関係でまあ、5% な、年率換算 5% GDP アップさせたよと言ってもまあ過言ではないですね。過言ではないです。皆さん、単細胞じゃいけませんよ。これ、ごまかしとまやかし、
乗っ取って、それで、GDP アップしてます。ごまかしとか、まやかしとかで、そういう風なものに惑わされないように、我々単細胞じゃいけません。じゃあ何なんだと、ごまかしやまやかし。実はこれ二つあります。一つはですね、やはりインバウンドですね。私は常々、ね、インバウンドには、反対というよりも、インバウンドを中心に経済を立て直すことには反対です。インバウンドを中心とした経済活動するのは私は反対です。なぜなら、もう皆さんお分かりですよね。インバウンド、外国人客、平和な時にしか来ませんよ。日本と中国戦争したら外国人客来ますか？あるいは日本まだ地震が起きてめちゃくちゃなってる時外国人客来ますか？来ませんよ。平和な時でしか来ませんから。だから、水物というかな、水物なんでね。これを当てにして、それで経済を立て直そうなんて、大間違いですから。大間違いです。やはりきちんと消費税廃止して、それで財政出動。もう公共事業にお金かけるとか、そういうふうなところ、即効性のあるところからガン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 行かなきゃいけないんですよね。合わせて研究開発費もやる。にもお金出す。防衛費にもお金出す。もう財源は国債ですから。財源は国債しかありえないですからね。もういい加減税金でやろうなんていう、ここら辺のごまかし甘やかし、信じてはいけませんよ。信じちゃいけませんよ。と、まあそういうことでね、インバウンドっていうのはもう水物なんで、まあ平和な時でしかできません。どっかの政党みたいですね。なんだかんだ、いい公約して、なんかグローバリズムがどうのこうのとか、そんなこと言って、結局はグローバリズムなんて平和な時でしか通用しませんからね。まあ今回の、ロシア、ウクライナ戦争で我々身に染みたじゃないですか。なんでこんなにエネルギー価格アップするんですか？あと小麦もアップしますよね。食料にも影響を与えますから。と、まあ、そういうことで、インバウンドに期待してはいけません。やってもいいです。やってもいいですけども、それを中心に経済を作っていこうなんていうのは、大間違いです。ここら辺、ごまかしとまやかしがありますからね。今の、政府、与党の。なんで我々はここら辺見て、あ、ダメなんだと。これじゃあ、全然、手放しでは喜べないなと。いくら名目 GDP5% を超えたとしても、手放しは喜べないな、というふうなこと、思いましょう。単細胞じゃいけません。で、あともう一つはですね、この GDP、名目 GDP そのものですね。私は常々実質よりも名目見た方がいいというふうなことは言ってました。まあ、年換算で 5.2%、5.2% なんでね、まあ合格点っちゃ合格点。ただ、今言ったようにインバウンドで、そのほとんどが、まあ、インバウンドによるものだと。いうふうなことでは、ちょっとね、合格点与えられませんね。じゃあ、これに喜んじゃいけないんですよ。これで喜んじゃいけないですよ。5.2% ですね。これ、20年連続で GDP5.2%、あるいはそれ以上、続けるにはどうしたらいいのかというのを考えなきゃいけないんですよ。5.2% が、年率 5.2% になったよと、名目 GDP。だからいいんだよというふうな、マスコミの論調は、私は、ダメだと思います。まあ、もっとも政府から言われてる可能性ありますからね。そういうふうに盛り上げてくれた。我々頑張ったというふうなこと言ってくれた。甘いですね。じゃあどうすればいいのか。もう口酸っぱく言ってますね。消費税廃止。さっき言ったような個人消費。消費税廃止すれば絶対に加熱しますから。合わせてインフレ率も下がります。一時的に。と、まあ、そういうことで消費税廃止。そして、あとは財政出動する。もう国債ガンガン発行するんですよ。それでもうぶっ壊れかけた橋だとか建物とか直すんですよ。と、まあそういうことで、いい筋はその名目賃金だけ、名目 GDP だけだったんですけどもね。ただまあそれもごまかしとまやかしで出来上がった可能性がまあ非常に高いということで、手放しで喜べないということで、終わりますね。だから今後ね、GDP4%、年率 4%、これ何十年も続けられるような政策、打っていかなきゃいけないんだと。打っていかなきゃいけないんですよね。まあね、その時に、まあチェンジします。政策なんていうのは当たり前ですけども。経済は生き物だって言ってる人もいますけどね。まあ確かにまあ、それはそういう側面はありますよ。だから、それに適した経済成長策をガン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 打たなきゃいけない。今の政府は経済成長を否定政策ばっかり打ってる。それじゃダメなんですよね。だからもうね、我々、たとえ GDP アップしたとしても、その中身を見て、
まあ単純に、単細胞的に喜ばない。うん、ということ、うん。考えなければいけません。常にそういうふうな目、まあ、視点で物事を見なきゃいけないと思います。ということでね、今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニャナ。